Hola a todos, bienvenidos a My Spanish School. Soy Richie. Las frases y palabras útiles de hoy son もう一回言ってくれますかの正しい表現です。今回は言われたことがどうしても聞き取れなくて、もう一回繰り返してほしいときに親切にそれを頼む表現を見ていきます。で、合計で3つのフレーズになるんですが、すべて別のフレーズになるわけではなくて、まずベースのフレーズがあって、さらに続けて紹介するフレーズを付け足すだけです。なので、覚えることは意外と少ないです。さらに、相手が再度言ったことがどうしてもまた聞こえなくても、今回のフレーズを紹介する順に言えば、だいぶ親切になるので、なんとかまた聞き直せます。ちなみに、前の動画の、なんて?と短く聞く表現を今回のフレーズとどのように組み合わせるのかも後半で紹介します。では、早速行きましょう。では、まず、ベースになるフレーズを紹介します。それが、繰り返してくれますか?ってフレーズです。早速、スペイン語で言ってみます。すると、Puedes repetirlo, por favor? 今回はこれに、この後紹介するフレーズを付け加えて、ニュアンスを少し変えていきます。でも、もちろんこのまま使えますし、今回の中では一番短いので一番覚えやすくもあります。では、少し解説すると、まず左半分の Puedes repetirlo の部分が繰り返してくれますか?って意味なんです。で、後の Por favor は訳されてないんですが、お願いしますって意味であって、このフレーズを優しく包む役割をします。これで親切になるんですね。で、今回はこのボルファボールの前にこの後のフレーズを付け足していきます。ですので、このベース、Puedes repetirlo, por favor? これはまず覚えてみてください。ここで補足です。実はこの形はカジュアルな表現なんです。でもこれを目上の人に対して使う形にするには意外と簡単で、puedes の S を取るだけです。それで、puede repetirlo, por favor? と言えばフォーマルになります。ちなみに、この後紹介する赤線に入るフレーズは、形は変えずに入れればいいだけです。動画では S があるカジュアルな形で説明を進めるので、今言ったこと、ぜひ覚えておいてください。では次は、付け足すフレーズを見ていきましょう。それが、もう一回ってフレーズになります。では、早速言っちゃうと、otra vez。これが、もう一回って意味です。ではでは、今度は、これを、先ほどのベースの、por favor の前に入れます。それで、puedes repetirlo otra vez, por favor? 少し長くなりましたが、これで意味が、もう一回言ってくれますかになります。先ほどのが、繰り返してくれますかだったので、似てる感じがしますが、otra vez をつけた方が、どうしてももう一回って感じが出て、相手も親切に繰り返してくれるはずです。なので、先ほどのフレーズの次に使うって感じで紹介してます。ただ、最初からこれを使っても、もちろん問題はないですね。Puedes repetirlo otra vez, por favor? ぜひ使ってみてください。では次に付け足すのは、もう少しゆっくりってフレーズになります。どんなにリスニングが得意でも、早く話されるとどうしようもないですよね。そんな時に使えるフレーズだと思います。それが、más lento。もちろん、もう少しゆっくりって意味のフレーズです。これをベースのフレーズに入れると、Puedes repetirlo más lento, por favor? 意味は当然、もう少しゆっくり言ってくれますか?になるわけです。早く話されて困ったら、もちろん最初からこのフレーズを使ってもいいですし、前の2つの後でもいいですし、ご自由に使い分けてください。では、これでも3つのフレーズを紹介したんですが、今度は重要な2つのポイントを言わせてください。まず、1つ目が、前紹介した、なんて?になるフレーズと組み合わせる方法です。その動画では、この3つを紹介しました。これらすべて、なんてって意味になりますが、詳しいことや使い分けは、ぜひ動画を見といてください。で、これを組み合わせる方法はすごく簡単で、今回のフレーズの前につけるだけです。ただ、それより言いたいことが一つあって、それが、この三つは最初に聞き直す一回だけに使う方がいいです。でも、ピンとこないと思うので、実践的に、あえて、コモを使って例を挙げます。例えば、言われたことがわからなくて、聞き直す時の一回目。コモ?Puedes repetirlo, por favor? こう聞いたとしましょう。でも、あと惜しいところでまだ聞き取れない場合は、2回目では、なんて?抜きで、今回の他のフレーズ。Puedes repetirlo otra vez, por favor?
と使う感じです。要はえなんてになるフレーズは使うなら1回だけの方がいいということです。覚えておきましょう。で最後がほんと軽く疑問形の発音について話します。というか前も少し説明したことではあるんですが、疑問形は最後の単語のアクセントがつくところを上げて伸ばします。今回新しく紹介したフレーズの語尾は全部同じだったので、アクセントがつくボルの部分を上げて何々ポルファボルと言えば OK です。で最後を上げることぐらい知ってるよって思うかもしれませんが、今回は偶然アクセントをつけるところが最後だっただけで、そうではない時もあるんですね。ぜひ覚えといてください。では最後に一瞬でまとめましょう。まず今回のベースとなるフレーズがあります。それが Puedes repetirlo por favor? 意味は繰り返してくれますか。でこれに付け足すことができるフレーズが Otra vez、 意味はもう一回です。でさらに付け足したのが Más lento、 意味はもう少しゆっくりです。この2つはベースの Por favor の前に付けると自然です。で次に重要な2つのポイントも言いました。まず1つ目が前紹介したえ、なんて?って意味になるフレーズと組み合わせる方法です。その動画ではこの3つ紹介しましたが、まずそれらは今回のフレーズの前に付け足してください。さらに使うのは最初の1回だけの方がいいとも言いました。覚えておいてください。で、2点目が疑問形の発音についてです。それが疑問形の場合は最後の単語のアクセントがつくところを上げて伸ばすと言いました。今回のフレーズは全て語尾が同じで、何々ポルファボールとなるわけです。ではまとめもここまでです。今回は細かい指摘などがありましたが、覚えるフレーズ自体は組み合わせる形だったのでそこまで多くないと思います。あとはいつ使うかなどだけ覚えておいて、ぜひ使ってみてください。では今回の動画は以上です。ためになったと思ってくれたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。 Hasta luego!